ガリズ検定。いろんな横文字をそれが市が和風にしたものをお届けして、その横文字を当ててもらうというようなことでございます。今回のテーマは芸人さんの名前です。芸人さんの名前、はい、芸人さんの名前、まあコンビ名とかピン名とかいろいろございますが、これをそれがしが和風で言いますので、うん、これが、誰のコンビ名なのかを当てていただきたいということでございます。20問中何問正解したかによって上級、中級、初級と分かれてくるので、どれに正解したかをちょっとメモしながら見ていただきたいと存じます。蹴鞠の国はフットボールアワーさんのことですな。これはもう蹴鞠の国はフットボールアワーさんのことでございます。こういう感じじゃよ。とろけし甘味惑星、これはの、まあまあそうじゃな、コンビなんじゃが助言してくれますからな。甘味惑星のとこにもうすべてこもっておるの。さあコンビじゃよ。さあ分かったかの。コンビじゃ。正解はチョコレートプラネット。いかがかな。父わらべ。ほう。父わらべ。父わらべ、なるほど。これも、ほぼ直訳に近いの。これはまあそれがしよりはちょっと先輩の漫才コンビでございます。漫才師の方じゃな、有名な漫才師じゃよ。角張った頭と筋骨隆々の男じゃよ。正解はミルクボーイ。早きかご、早きかご、これはわかりやすいじゃろ。早きかごじゃ。これは即答じゃろ。初級も初級じゃんよ。あましー。ああ、もう答え申しておるよじゃの。ひき肉焼き。ああ、出てる。ひき肉焼き。ツッコミの方のの。正解はスピードワゴン。早きかご。簡単だよ。もう皆のものが退屈しておる。退屈しておる。ああ、じゃあちょっと難しいの参ろうかの。南国果実殿方。わかるかの。これはのちょっと広めに言っとるの、南国果実と。そうじゃの。これを言うてしまうと答えがです分かってまいりそうです。南国果実殿方。毎日見る、毎日見まするぞ皆様。もうよく出ておれるぞ。コンビコントをされておる。今はもう回す MC かの。もう出たかな。こういうな。さよさよ。南国果実殿方。正解はバナナマン。洋風かす汁。これかなり難しいよ。それがしはもう分かっておるが、これはもうこれは少し難易度が高めやとしてるの。勝手にこう言っておるが、ちなみに正解もこれはカタカナではござらぬ。ひらがな表記でやられておるコンビのお方でござりまする。コンビじゃよ。表記はひらがなじゃな。 MC とかをされておる方。かす汁とは洋風で言うと何か、色味はかす汁かもしれんの。正解はクリームシチュー。これはちょっと偏見、独断と偏見が強いの。洋風の感じ、色は。続いてどんどん参るの。うち殿何殿。もう今や天下人じゃよ。うち殿も何殿も昼何殿もやっておるの。ヒルナンドので、ヒルナンドの回しておるのは何度のじゃな。ヒルナンドのやっておる。これは簡単じゃよ。正解はうっちゃんなんちゃん。みやび。うっちゃんなんちゃん。いやいやいや、これ簡単なやつも俺混ぜながらな。なれば続いてたわけ拍子。ピン芸人の方じゃな。マルチな才能を持っておられる方。大喜利も強し。大喜利強いの。司会もできる。司会も何でもできる。さあ正解はバカリズム。たわけ拍子。あれば続いてはコロリンチキリ黒胡椒団。簡単すぎるじゃん。コロリンチキリの黒胡椒団。コロリンチキリ略してコロリチキとも呼ばれておるの。おなだのな。おなだがおるの。はい、正解はそうコロコロチキチキペッパーズ。これは楽勝。たやすし。ああ、これいこう。下出し科学者。これはのもう和訳とかではない、もうこれはイメージ、うん、こいつの和訳では直訳ではござらなしたがし科学者ってまあ一人だな、うん、そうアインシュタイン、写真じゃな、アインシュタインのペロペロっとした写真を言っておるの。舌出し科学者はもう和風ではないぞ、それは。触れるべからす、触れるべからす、ああなるほどな、漫才コンビじゃの、厳密にはべからずでもないのじゃよ。うん、あいるというようなギャグはござりまするの。はい、正解はアンタッチャブルさん。触れれないみたいなことじゃからな、触れてはいけないという。はい、なれば11問目じゃよ。折り返しじゃな、お参ります。ご来光池崎、ご来光池崎。いやもう池崎って言っとるじゃん。それあれやったらもう全部どうせよ。じゃあそれ言うなよ。叫びなんとかとかでよいじゃん。叫び物語とか池崎って言っておるのよ。もうわかるかな。はい、正解はサンシャイン池崎。波がサンシャインいいやつと池崎とかも申したらもうわかるのよ。はい、続いては気張りましょうぞ。おや、気張りましょうぞ。天下の果てまで行っておつ。天下の果てまで行っておつで。あ、番組の。うん。だって活躍しておるの。はい。正解は頑張れルーヤ。よいしょ。頑張れルーヤ。うん。確かにが気張りましょうぞ。うん。なるほど。つくも。つくも。ああ、なるほど。つくもでござります。ちょっとね、やっぱり幼子にはちょっと難しいかもしれないな。つくも。お子様には難しいが、これはもう検索をかけていただければ変換したら出てきます。正解は99と書いてつくもと読むという、ちょっとこれシャレた手法を使いました。はい。続いて参りましょう。米国岩山弱手だれ。米国岩山が広すぎるんじゃな。米国岩山弱って映画の撮影地でもあるな。お、これはだいぶ分かってきたのではござりませぬか。映画の撮影地の岩肌がな。正解はハリウッドザコ師匠。難しい。ハリウッドザコ師匠。これは難しい。米国岩山弱ってだれ。これはもう分かった方は素晴らしい。似て候丸。似て候丸、これまたピン芸人じゃな、演舞の神様でよう出ておったな。そうかの、その時期の方じゃの、よく出ておられたよ。はい、正解はですよ。ああ、ですよ。なるほど。おかえり口、これはもう今や飛ぶ鳥を落とす勢いで売れておりゃるお方でござりまする。ポンポンとの、あ、なるほどな。出てきた時にポンポンというのももう一緒じゃ。それがしらと。ああ、ポンポンと申すやつな。あ、それのことか。何を言っておるかわからんのかもしれない。ポンポンじゃなみたいな言われて。ポンポンでわからんのか、イグジット。あ、イグジット言うとんだ。イグジット、お見事。南の海の飴玉シュー。もうこれは出るじゃろ。すぐ出るじゃろ。どうじゃ。南の海の。正解は南海キャンディーズ。いいよ。女子にあらじ組。なるほど。女子にあらじ組。おりまするな。女子にあらじ組だ。ああ、コンビじゃよ。ああ、背の高いの。じゃん。ガリジャンガリジャンガリジャンガリというののござるな。寸劇をやったと今の舞をいたすジャンガリの舞と申しておるやつ。おなごにあらじ組。正解はアンガールズ。よいしょ。続いて19問目でございます。牛三つ時、牛三つ時の女、牛三つ時の女花形。だんだん仕上がってる。牛三つ時の女花形。おなごじゃよ。おなごの3人組じゃよ。おなごの3人娘。正解は3時のヒロイン。3時のヒロイン。なれば結びの問題じゃ。最終問題。漆黒に包まれし卵スミス。卵スミス。これはもうヒントは出しません。助言なしでもいい。助言なし。最後じゃからな。漆黒に包まれし卵酢味噌。わかるかのマイロ。正解はブラックマヨネーズよ。ブラックマヨネーズ。あるまい。文句は受け付けませんからな。もうこれはこっちでやってるの。それが市が決めたことじゃから。末広がりの検定なの。違うとかはよしてくださいませ。全てにおいてそうじゃん。さあ、20問やってまいりましたが、皆さんは何問正解いたしましたでしょうか。15問以上なら上級。もう師範代じゃや。20問正解したら師範代じゃない。5問から15問は中級。5問以下は初級となっております。20問全部正解したお方は末広がり図です。さあ、というわけで、またいろいろなものは普遍感、末広がり図検定も今後も続けていきますので、皆様、末広がり図目指して、奮起いたせ！さらばじゃ！